ショービットのハウトゥーをやっていこうと思います。以前にも一回ハウトゥーやったんだけど、ちょっと今回詳しくやっていこうかなと思います。で、まずショービットとはどういう技って、板にまあこう乗ってて、板を半回転させて乗る技。で、まあ実際これオーリーも特に必要ない技なんで、オーリー練習してる人とかもね、これで、この技練習したりしても全然いいと思います。で、まずスタンス。まあ前足、後ろ足。後ろ足は足の指で、このキック、こう上がってるところの上がり出したぐらいを、親指、人差し指、中指、薬指、小指で、こう足の指でね、こう鉄球をグッてこうやって掴む感じ。どちらかというと、掴むっていうかもう こっちの面を掴むぐらい。で、前足は、そうだ、ベタって真ん中に寄せるんじゃなくて、ちょっとつま先立ちになるような感じで、スタンスも前足はちょっと縦っぽく置きます。こういう感じ。これが、基本的なスタンスになります。まあ、やり方で言うと、こうジャンプピョンと飛ぶふりをした時、地上とかでもね、その時にこうフッてやると一瞬無重力みたいなふわってなるタイミングがあると思うんだけど、そのタイミングの時にこっからふわって抜いた時に、後ろ足だけこっちの端でこの横をフイッ蹴る、下に蹴るんじゃなく後ろにフイッやってあげる。まあ、板が半回転します。でね、これのよくあるミスで、板が前に行っちゃうって人、板が前に行っちゃうって人は大体前足も使ってる人が多い。一緒にこうやって回そうとして、じゃなく後ろ足だけでヒュッて回すよ。意識っていうかイメージとしては、この前と後ろ、こっちが後ろでこっちが前だとしたら、こっちのタイヤあるでしょ、ウィール、前のウィールと後ろのウィールを入れ替えるイメージ。これがこうとかでもなく、これ今ここが軸になったじゃん、ここの軸、こっちの後輪軸でもなく、こうやって前輪の軸でもなく、軸はスケボーの真ん中で、前のタイヤと後ろのタイヤを入れ替えるって感じのイメージであるといいかな。前に行っちゃったりするしても、板が前行ったり後ろ行ったりもしちゃうから、まあ基本姿勢はボードの上でちゃんとしゃがんだり伸びたりするのもこの上で、で足をシュッと、で、その時にちょっとしたコツがあって、
まあ、実際両ウィールついててもできるっちゃできるんだけど、やりやすいのはこのふわってなった瞬間のこのタイミング。これね、例えがいっぱいあるんだけど、一個は前のウィールが浮いた瞬間に手やる。もしくはこのキックって今斜めじゃんね、これがこの水平になった瞬間の時にはギュッ、このタイミングの時にこう蹴れると板が回しやすいね。やりすぎちゃってもポンって弾いちゃうし、やらなすぎてもね、板が変に回らなかったりもするから、このこの状態が結構大事かな。これで前足、後ろ足、そんな感じで、あとは、まあ、本当前足は使ってなくて、こう回す瞬間に前足とかしてあげて、キュッて回して回ってる回転を前足で押すっていうのが最終的なベストだけど、最初はそこまでこだわらなくてもいいと思う。ちゃんと回して飲むっていうのがいいと思います。でその時にあんま前に行ったりしないように、そこだけ意識すればいいんじゃないかなと。はい、そんなんで今回のハウトは終わりにします。